ロールゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、マチソンでザムトゲマインでヘームゼンの軍庁所在地である。ロールゼンは、ベーザー側の堤防沿いに位置する。ここはヨシが群生する土地であったため、古くから、ローソンという名で呼ばれていた。この町はもともとベルペ白領の一部であった。この町は、1302年に、 ブラウンシュバイクリューネブルクコー夫を2世に売却された際初めて文献に記録された。30年戦争の時代にはベーザー側を航行する船を監視するためにロールゼン近郊に鳥が築かれた。この鳥は現在もその一部を見ることができる。ベーザー側の浅瀬では多くの船が遭難した。 1700年頃の乱破船が、レムゴーキン・コーブラー家のベーザールネサンス博物館で見ることができる。第二次世界大戦中、ロールゼンには、戦争捕虜収容所が設けられた。ロールゼンの長儀会は11議席からなる。ロールゼンは、連邦道 B209 号線に直接面している。この道路は、ロールゼンで、フェルデンや、ニーインブルク、ベーザーに至る、連邦道、 B215 号線に接続する。この町を鉄道ブレーメンハノーファー線及びベーザーアラー鉄道が通っている。この町には1847年から駅が設けられていたが、1978年に旅客営業、1990年に貨物営業が廃止された。ありがとうございます。